いきなりちゃんじゃんってなんか素早くハーモニーがですね素早く展開していくとっても印象の強いところなのでこの印象このハーモニーの変化の印象をぐっと強めるためにここだけ1、2、3という拍の捉え方をしてで音もその吹く時もその3拍子なのでタリリーと今回は4分の4拍子で取り上げていきたいと思います。そして2つ目調整です。今回のカントリーロードは F ドゥアーになります。日本語で言うとヘチョウチョウ、このチョウはファから始まる音階で、シにフラットがつきます。なのでこの曲でこの楽譜でシの音が出てきたら全てシのフラットだと思って吹いてください。ちょっと次のサビをちょっと予感させるようなフレーズが始まるんですけれども、ここはですねあえてちょっと音量を落としてみたいと思います。後半でぐわーっと大きくしてあげたいのでここはちょっとあえて下げてみますね。ちょっと前から吹いてみます。